さあここはまずは枠なりで出揃ってまいりまして、どうやらゆっくりと枠なり2023年の第38回グランプリシリーズ戦5日目注目の最終関門は第3弾です。明日のシリーズ戦の6強が決まる準優勝戦ラストの第10レース、ゆっくりと1二3 4 5 6。さあ1号艇が人気の中心ブス島誠、昨年の雪辱へ V に王手をかけるかです。2号艇の前田翔太、今回7回目のシリーズ戦で初優出なるかです。3号艇の深谷智弘、今年 SG3 度目の優出なるかで1二3。4号艇で椎名豊か、 SG2 度目の優出なるかで引っ張りますか。5号艇動いて西山貴弘、シリーズ戦4度目の優出なるかです。6コースに回って6号艇で藤原啓志郎、今回シリーズ戦初出場の準優18番目。さあスローが1二3でダッシュが456、そのまま枠なりで3対3に分かれてまいりました。さあ今年のグランプリセミファイナル、ブス島誠のシリーズ戦の優勝戦1号艇なるか注目の準優勝戦ラストの第10レース、12秒進が回っています。緩やかな追い風が吹く程度、インコースから1番2番3番4番5番6番枠なり3対3。2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートは2号艇4号艇インコースから1号艇伸び返していって1マーク絞っていく4号艇ですが、後ろ窮屈でわずかに1号艇回ったところ握った、2号艇1号艇流れた懐、3号艇あと5番6番でバックスイッチ、ここも波乱となってきたが、トップ争いは枠っていった2号艇の前田翔太、懐から3号艇の深谷、2番3番でトップ争いになって、そして5号艇の西山、1号艇仏島現在4番艇、あとは4番6番、なおスタートは正常でした。第2ターンマークでは3号艇の深谷がいった、その懐2号艇が差し返してきますが、ここで3号艇の深谷が先頭、そして2番手2号艇3番手5号艇3双子となってレーサー2周目へと入ります。これまた波乱の後輩と先頭争いは3号艇の深谷智弘、2番手に2号艇の前田翔太、準優勝戦は波乱続きとなって2周目で出したマークからバックスレッチャー先頭3号艇2番手2号艇3番手5号艇上位が3号艇2号艇5号艇今年のグランプリシリーズ戦の準優勝戦は波乱となっていまして、3双子後方は水が出て4号艇あとは1番6番の順になっています。ラインターンマークはトップで回るのは3号艇の深谷智弘、そして2番手で回って2号艇の前田翔太、そして3番手で回って5号艇の西山貴弘、上位が3双5で最終周回へと入ります。さあラスト1周、先頭には3号艇の深谷智弘、そして2番手2号艇3番手5号艇と早くも上位がばらけています。さあ準優勝戦第3弾3個レースのラストは先頭3号艇の深谷、2番手2号艇の前田、そして3番手5号艇の西山と3双5で固まっています。後方は4号艇1号艇6号艇でオッズ、2連単ですが 105.3 倍、3連単ですと 596.3 倍と連続のダブル満周、ここも波乱となって3号艇の深谷が今年 SG3 度目の優出、2号艇の前田翔太がシリーズ戦初優出で、ここも大波乱で間もなくゴール、先頭3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、4番1番ゴールイン、6番がゴールイン。